今回は2種類遊んでいきたいと思います。おお、最強を勝利ですね。負けたー。いきます。バトルアルゲンタビスが出ました。持久力で勝負だ。バンダイマニアあんまり上陸りっくんです。いつでもフルスロットルつぐみんです。今日紹介するのはこちら、最強図鑑最強バトルカードゲーム時空の王者です。学研の大人気書籍最強図鑑に登場する生物たちで遊ぶことができる最強バトルカードゲームシリーズから4弾が登場しました。あー、来ましたね最強。私最強を遊んだことがなくて、みんながね最強王ってやってるの見てたから、やってるね、やってみたかったんだよね。うん、バンマリでも結構やってるから、うん、今日はねぜひつぐみにも遊んでもらおうと思っております。いろんなね生物が収録されているんですが、うん、新たに空中最強図鑑に収録されている生物たちが8枚収録されているので、これは嬉しいですよね。8種類も入ってるんだ。うん、あ、どんな生物が収録されてるか気になるな。ワクワクするよ ね。こちらのアイテムは5種類のゲームで遊ぶことができるんですけど、今回は2種類遊んでいきたいと思います。おお、新しいカードも収録されているので楽しみにしていてください。それでは早速やっていこう。バンマニ、今回の最強図鑑最強バトルカードゲーム時空の王者は、恐竜、英雄、水中、ドラゴン、空中の5つの図鑑から60種の生物たちが参戦しています。このパッケージにもさ、たくさんの生物いて豪華だね。しかもさ、これなんかこのパッケージホロ加工されてない？そうなんです、めちゃくちゃ特別感のあるホロ加工が施されているんです。すごい輝いてる ね。豪華だよ ね。最強バトルカードゲームは左上の能力値、そして下にバトル効果が書いてあるので、この数値や効果を使って戦っていきます。今回の最強図鑑最強バトルカードゲーム時空の王者に収録されているゲームは全部で5種類あります。まずは最強バトルカードゲームでおなじみの最強マスターバトルで遊んでいきましょう。バンマニ、では最強マスターバトルを始めていきたいと思います。簡単に説明すると、この最強マスターバトルではカードの生物たちを戦わせて先に参照した方が勝ちというルールになっています。ゲームをしながら説明をしていきたいと思います。こちらにカードを用意したので、このカードをよく混ぜて山札を作ります。そうしたら自分と相手に6枚ずつカードを配ります。残ったカードは裏面のまま山札置き場に置いたら準備が完了です。それではね、最強王の掛け声と同時に手札からカードを引いてバトルカード置き場に出します。ではいきますよ、はい、せーの、最強王、ミミヒダハゲワシ、プテラノドン。そうしたらどちらかがバトルの掛け声で山札の一番上のカードを引いて判定能力カード置き場に置きます。バトルケサルコアトルスということで、赤字になっている判定能力でバトルをします。今回は赤字になっているのが攻撃力なので、攻撃力でバトルしていきます。はい、僕のミミヒダハゲワシの攻撃力が7、私のプテラノドンの攻撃力が9。カードには能力がそれぞれあるので、ちょっとこの能力を見ていきましょう。はい、はい、僕の能力は反証、自分のミナが1枚以上あれば能力値プラス1ということで、今回は発動できない。私のバトル効果が滑空ということで、相手より持久力が高ければ能力値プラス2ということで、私の持久力が7、リックンが8ですね。あ、効果発動できないんだ。お互い効果が発動できない。じゃあミミヒダハゲワシの攻撃力が7、はい、私のプテラノドンが9なので、これは私の勝ちだな。なに、やった。じゃあこれを繰り返して先に2勝したらバトル勝利なので、カードをウィナーに置くことができます。最終的にウィナーにカードが3枚集まった方が最強マスターということで、勝負に勝ちます。バトルに使用した判定能力カードは捨て札置き場に置きます。では次のバトルやっていきます。バトルティラノサウルスの凶暴性でバトルですね。僕のミミヒダハゲワシの凶暴性が6、私のプテラノドンは6。一緒だ一緒だ、なので引き分けですね。じゃあもう一回いきます。バトルシャチが出ましたね。頭脳で勝負していきます。僕のミミヒダハゲワシの頭脳が6、私のプテラノドンの頭脳は5。ということは俺の頭脳が6でつぐみんの頭脳が5だから勝利ですね。負けた。今1対1の接戦だ。だね。いきますよ。バトルラプカが出ました。攻撃力でバトルします。
僕のミミヒダハゲワシの攻撃力が7、私のプテラノドンが9、これは私の勝利ですね。おー、ということは、はい、プテラノドンが2勝。はい、すぐみの勝利ですね。まあ、はい、ウィーナーに置けました。うわー、負けた方のカードはすぐみのものになります。はい、はい、手札に、ね、いただきます。やっと1枚増えた。取られた。じゃあ次のカードでバトルですね。はい、最強王大木橋レビアタン。おお、なんか強そうだなお互い、じゃあ判定能力いきます。バトル、大スズメバチの持久力でバトルですね。はい、大木橋の持久力が8、レビアタンの持久力が9ということで、強いな。私の効果は巨体、相手より持久力が高ければ能力値プラス1ということで、私の持久力が9、りっくんが8なので、能力プラス1で私の持久力が10になりました。で俺の持久力が8。はい、圧勝ですね。うわー、負けたー、はい、じゃあまた行きますよ。はい、バトル、アルゲンタビスが出ました。持久力で勝負しますね。はい、待って、持久力、持久力、あれやばいぞ。私はさっきと同じ効果が発動できて持久力が10になるので、これはまた勝ちですね。うわー、やっとー、ガチ、まだ巻き返せる、まだ巻き返せるから諦めない。はい、行きます。はい、最強オニヤンマ、耳ひでハゲワシ。はい、待って、お互い空中じゃない。そうだし、私はね、さっきりっくんから奪ったカードを使ったから。本当だ。行きます、せーの、バトル、ケサルコアトルス、攻撃力で数値を比べていきます。オニヤンマの攻撃力が7。はい、私の耳ひでハゲワシの攻撃力が7。まだ効果があります。はい、オニヤンマの効果がホバリング、能力値が1小さくて負けるとき引き分けになる。はい、効果は発動できない、できないもんね。つぐみは、私の聞いちゃう、何、私の効果は反証ということで、自分のウィナーが1枚以上あれば能力値プラス1ということで、私今このウィナーがね2枚あるからプラス1されて8になりました。あー、これは負けですね。勝っちゃいましたね。やばい、まだまだいきますよ。はい、バトル、ティラノサウルスの凶暴性を比べていきます。オニヤンマの凶暴性が4、ミミヒダハゲワシの凶暴性が6。あれ、もう待って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 、効果が俺発動できない。私はさっきと同じ効果で、ウィナーが1枚以上あるので能力値プラス1ということで、凶暴性がプラス1されて7になりました。待って、はい、私はまたまたウィナーですね。ウィナーが3枚あるので、3枚揃ってた方が勝利だから、つぐみの勝利、はい、私の勝ちです。やっと、いや、まだ負けたくない。今のバトルで負けたんですけど、まだね次のゲームがあるので早速やっていきたいと思います。バンマニでは、次のゲーム、最強タッグバトルに挑戦していきます。最強タッグバトルは簡単に説明すると、バディを組んで2枚 VS 2枚で戦える楽しいゲームになっています。さっきはお互いに1枚のカードでバトルしていたんですけど、それが2枚になるというゲームになっています。基本的なルールは最強マスターバトルと同じなんですけど、ルールが追加されているので実際に遊びながら説明していきたいと思います。では先ほどと同様に、シャッフルした山札を山札置き場に置きます。カードを6枚ずつ配ります。残ったカードは裏面にして山札に置きます。ではお互いに手札を見て選ぶカードを決めていきます。はい、ではいきますよ。はい、最強王ジークフリート、ヘラクレス、お互いバトルカード置き場にカードを出しましたね。ここで追加ルールがあります。この山札から1枚カードを引いてみてください。じゃあ引きます。はい、これ私も引いていいんだね。はい、はい、で引いたらまずこのカードを見てください。はい、バディカード置き場に置いてください。はい、はい、ではこれまでと同様にバトルの掛け声で山札から1枚カードを引いて判定能力カード置き場に置きます。ではいきますよ。バトル、ディモルフォドンが出ました。判定能力カード置き場にカードを置いたら追加ルールがあります。このように3つのフォーメーションから1つ選んでじゃんけんをします。ストレートの効果は以下の通りです。バトルカードとバディカードを入れ替えることができる。もし入れ替える前のカードが強い場合は入れ替えなくても大丈夫です。入れ替えたカードでバトル、バトルカードの能力値でバトルします。効果はバトルカード置き場に置いてあるバトルカードのみ使用することができます。初期を出した場合はダブルアタック、バトルカードとバディカードの能力値の合計でバトルすることができます。
しかしバトルカードとバディカードの両方ともバトル効果は使うことができません。パーを出した場合はテクニカル、テクニカルは2枚の両方のバトル効果を使うという特徴があります。バトルカードとバディカードの両方のバトル効果を使うことができるので、めちゃくちゃこれも強いですよね。これどれ出すか迷うなー。ねー、グーチョキパーそれぞれ効果違うからね、うん、じゃあじゃんけんをしていきます。はい、いきますよ。じゃんけんぽん。おー、チョキで勝ったということはダブルアタックを発動することができます。じゃんけんをしたら自分も相手もこのバディカードを表面にします。ここから通常の流れでバトルをしていきます。ということで速さで勝負していきます。はい、で俺がダブルアタック発動できるからジークフリートの速さ5、レビアタンの速さ7、足して12でバトルをします。私のヘラクレス速さ7なんだけど。おー、僕はダブルアタックが発動しているので効果を発動することができません。はい、チャンスかな。私の効果を見ていきます、うん、英雄最強級、相手が種族英雄なら攻撃力で判定ということで、リックンの種族はジークフリートが英雄だね。お、英雄じゃん、うん、じゃあ攻撃力で戦うことができるってことね。何ということは私の攻撃力が10で10でもジークフリートとレビアタンが組み合わさって13、合計13なんで負けてるじゃん。勝ったー。待って、これ勝てるのかな。バトルが終わったらこの判定能力カードのカードも捨て札置き場に置いて、こっちのバディカード置き場に置いてるカードも捨て札に置きます。はい、このような流れでバトルをしていきます。ではカード1枚引いていきます。はい、バディカードなんで重要ですね。いきますよ。バトル、風魔小太郎が出ました。速さで勝負ですね。速さでは運命の、はい、じゃんけん、じゃんけんぽん。うーわー、ちょっとこれさっき見たよこの展開。俺はチョキしか出さんぞ。ちょっとリックン、はい、私もパー出しちゃったけど、チョキで勝利したんでダブルアタックでバトルですね。はい、では表目にしていきます。はい、僕はじゃあジークフリートと扇橋のタッグでバトルします。はい、私はデイノデリウムが出ましたが、このカードは使えないということで、ね、じゃあバトルしていきますね。ジークフリートの速さが5、扇橋の速さが10、合わせて15。はい、私のヘラクレスの速さが7。効果は英雄最強級ということで、相手の種族が英雄なら攻撃力で判定ということは、ジークフリートの攻撃力が4、扇橋の攻撃力が10、14、ヘラクレスの攻撃力は10。おー、じゃあ俺の勝ち。やった。じゃあジークフリートが勝ったのでウィナーに置きます。わあ、一生取られた。勝ったからヘラクレスも。そうですよ、やっと俺のもんだ。あげますよ、もうヘラクレス、あげるよあげるよ。使ったカードは捨て札置き場に置きます。ではいきますよ。最強アーメガロドン、リントブルーム。ではカード1枚取ってください。はい、取ります。では、いきます。バトル、ディモルフォドン出ましたね。速さで勝負です。では、じゃんけんをしていきます。はい、じゃんけんポン。パー。おー、負けちゃったよ。勝った、やっと勝った。ということは、つぐみはテクニカルが発動できますね。はい、いただきます。パワーで勝ったんで、はい、テクニカルの効果はバトルカードとこのバディカードの2枚のバトル効果を使えます。おー、強いな。はい、ではバディカードを表面にして、はい、私はレビアタンのカードを使うことができます。速さで勝負ですね。はい、俺のメガロドンの速さが6、私のリントブルムの速さは5。お、今のとこ勝ってるぞ。負けてるな。で、あれだもんね、効果発動できないんだもんね。はい、リントブルムの効果なんですけど、うん、相手のバトル効果を無効にするというカードでした。なんかさっきも記憶ある効果なんだけど、じゃんけんに勝てるか勝てないか分かんなかったから、うん、とりあえずりっくんが何を出してきてもりっくんの効果不自由かと思ってこれをちょっと出してみたんだけどうわ、作詞だ、やられた。はい、まあ、じゃんけんに勝てたので、まあこれはね、まあダブル、まあ、とりあえず使えないということで。まだあるよね、こう。そう、こっちのレビアタンの効果は巨体ということで、相手より持久力が高ければ能力値プラス1ということで、私のリントブルムの持久力が5で、俺の持久力8。あ、ということは、じゃあこれを発動できないのか。発動できない。じゃあ、あとは速さで勝負。速さで勝負だね。え、待って、メガロードの速さ6なんだけど私のリントブルム5だ。え、勝った待って
って。おお、こういうこともあんだね。そうだね、じゃんけんの勝敗じゃないんだね、これは。そうだね、バディの効果に頼らなくてもバトルは成立するんだね。ということで、使用したカードは捨て札に置きます。はい、ではそれぞれカードを1枚引いていきます。はい、じゃあバディカード置き場に置いて、はい、ではいきます。バトル風磨小太郎、速さで勝負。じゃあじゃんけんをしていきます。じゃんけんポン、勝った。おー、負けちゃった。やったー。ということで、つぐみはストレートの効果を発動することができます。はい、ストレートはバトルカードとバディカードを入れ替えることができます。うん、もうなんか汎用性があるね。うん、すごい、やばいな、ピンチだなこれは。そしてこのバトルカードのバトル効果のみ使うことができます。これどうすんの、入れ替えんの、どっちにしようかな。速さで勝負だからそういうのも比べられるんだね。じゃあカード入れ替えちゃおうかな。うわーやばい、はい、ピンチだ。これでいこっかな。じゃあ、はい、速さで勝負。メガロドンが速さ6で、効果が判定能力値が防御力なら凶暴性にするんですが、判定能力値は速さなんで発動できません。私のディモルフォドンは速さが7、そして効果が飛行、相手が種族空中でなく飛行を持たなければ能力値プラス1ということで、リックの種族が水中ということで、私の能力値がプラス1になり、速さが8になりました。うわ、なので私の速さが8、リックが6なので私の勝ちですね。うわそうか、はい、あと一歩だったのに。よかった。ではバトル、フテラノドン攻撃力で勝負。はい、フォーメーション選びました。はい、選びました。よし、じゃあ行くぞ。はい、じゃんけんポン。うー、グーで勝った。ストレート攻撃力でバトルですね。はい、これの攻撃力、お、扇橋の方が高いぞ。で能力もあるから、お、じゃあカード入れ替えます。あ、バトルをしていきます。僕の扇橋の効果が空中最強級ということで、うん、相手が種族空中か飛行を持つなら速さで判定します。私の効果が飛行、相手が種族空中でなく飛行を持たなければ能力値プラス1ということで、りっくんの種族は、俺は扇橋空中だね。ということは発動できないのか。入れ替えてよかった。お、じゃあ速さになったんですね。うん、では速さで勝負。扇橋の速さが10、リモルホドンの速さが7。よし、俺の勝ちだ。ということで、ウィナーに置けるんじゃない？そうですね。よっしゃー。そしてこのカードを、はい、いただきます。はい、はい、じゃあカードを選んでいきます。いきますよ。最強王、オオスズメバチ、オニヤンマ。じゃあカードを引きます。じゃあバディカード置き場に置きます。いきますよ。バトル、レビアタン防御力で勝負。じゃあじゃんけんからしていきます。これが大事よ。ここからだ。はい、いきます。じゃんけんポン。お、アイコじゃん。ということは、アイコの時のルールがあります。はい、アイコの時は自分も相手もフォーメーションの効果を使えます。おお。じゃあお互いに表面にして、はい、お互いにダブルアタックということで、うん、能力値を合わせた数で勝負ですね。じゃあ防御力を比べていきましょう。はい、僕がオオスズメバチ、そしてプテラノドンの防御力7と、そして6を合わせて13。はい、私のオニヤンマとメガロドンの防御力5と5を合わせて10。ってことは俺の勝ち。やったー。お互いね、もう効果発動できないから俺の勝ちですね。わー、しゃあ。じゃあカードを引きます。はい、いきます。バトル、アルゲンタビスが出ました。持久力で勝負だ。じゃんけんしていきます。はい、ちょっと私もう後がないからね今。うん、いくぞ。はい、じゃんけんポン。うーわー、あぶねー。じゃあストレート、ね、欲が出た私。はい、じゃあ入れ替えることができますね。持久力で勝負だから、オオスズメバチの方が能力高いから、じゃあそのままで戦います。はい、で私のオニヤンマの持久力が7ですね。はい、オオスズメバチが10で、オオスズメバチの効果は発動できません。じゃあオニヤンマの効果が能力値が1小さくて負けるとき引き分けになるということで、私の能力値が7で、りっくんが10だから、あ、もうあれ余裕で負けてた。そうだね、これ使えないわ。ということはりっくんの勝利。え、待って、2回勝った。勝っちゃってるね。お、じゃあこれはウィナーに置きます。ということはウィナー3置いてるってことはりっくんの勝利。うわー、悔しいけど負けた。今度は圧勝できた。バンダイマニア、今日は最強図鑑、最強バトルカードゲーム時空の王者を紹介しました。
すぐみ、初めて遊んでみてどうだった、はい、2戦したじゃん今日、うん、で最初にマスターバトル、次にタッグバトルをやって、うん、最初さ、私がさ、3回勝って圧勝しちゃったじゃん、うん、余裕持ちすぎて、まさか次のさ、タッグバトルでさ、ヒックに3勝取られると思わなくて、もう最後追い上げたもんね流れあんのかな。今回はまあ引き分けになっちゃったけど、うん、バトルカードのさ、うん、効果をすごい見てたの。あのリックのさ、手札1個もらったじゃん。次のターンでその手札を出して、うん、リックに勝つっていう、そのカードの効果を生かして戦えたから引き分けになったけど満足かなっていう。うわ、確かにね、俺結構効果発動できてなかったから、うん、結構パワーでゴリ押しみたいなそこは確かに、なんかお互い全然違う戦法で戦えて面白いよね。そうだね、うん、タッグバトルでさ、じゃんけんしたじゃん、うん、普通のじゃんけんだったらさ、引き分けだとやっぱもう一回じゃんけんし直したりするじゃん、うん、なんだけどさ、リックも私もカードの効果使えるっていうのが、うん、この最強王のバトルならではのルールな感じがして、うん、あれ結構面白かったよね。本当、最強王ならではのルールで楽しかったよね、うんうん、今日はね、5種類のゲームの中から2種類で遊んだんですけど、うん、まだまだね、うん、3種類もゲームができちゃうので、ぜひゲットして残りの3種類楽しんでみてください。最強バトルカードゲーム時空の王者は8月19日発売予定。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。